てますから、うん、じゃあちょっとまだお堅いんでね、お堅いちょっとまだ緊張してる感じがちょっと見えるんで、ちょっと緊張ほぐすようにちょっとなんかやってもらおうか。それ余計緊張させるんだよ。なんか得意技はありますか、ね、なんか得意ポーズかなんか。プレーじゃないですよ。プレーじゃないですよ。こういったステージの得意技。なんか持ってる。最悪、何もできなかったらお尻とか出しちゃえばいい。みんな聞こえてる。小声じゃない。小声でもマイク。なんか話があんまり得意じゃないのに、ちょっと呼ばれて戸惑ってます。あ、大丈夫。なるほど。強引に呼びました。強引に呼んじゃいました。じゃあ、みんなに覚えてもらいたいってのもあるんでね。そうですよね。じゃあ、まずはちょっとまあ、真面目なところで、ね、今年、どんなところを見てほしいか、うん、どんなプレーを、俺はできるんだと、ね、そういうところをちょっと聞いてみたいと思います。はいはい、どうですか、ゴール前への飛び込みと、あと、前からの献身的な守備に注目していただきたいです。瀬沼選手、もうちょっとステージ飛び込んでもいいですよ。はい。マイクが もうちょっとはいはい、大丈夫。あ、そこら飛び込むとマイクがボーンってなっちゃうんですね。でここがギリなのかな。なるほど、大丈夫。瀬沼選手、なんて呼ばれたいですか。なんか、みんなからセヌって呼ばれてるんで。セヌね、はい、セヌね、わかりました。じゃあこれからセヌでなんか多分ちゃんととかいろいろのも参考にされてくると思いますので、ちゃんととかできるのはやっぱりこういったところの売りが大事なんだね。シュガーさん、ちなみに俺まあまあ売ってるんですけど、ちゃんといつできるんですか。言いました。俺去年も売ったんですけど、うん、あの年末ね、オリジナルティのね、はい、うん、誰ですか。結構贅沢なこと言うから、ね、結構贅沢なこと言うから、ね、お酒あると思ってくれるんですよ。よろしくお願いします、皆さん。まあ、じゃあ、セヌね。じゃあ、セヌに今年期待して、はい。最後、ゴール裏にも飛び込んでもらうようにね。そうね、シュート決めた後ね。まあ、期待したいと思います。ね、もう、ゴールの数。ゴールの数。フォワードとして、ゴールの数が具体的にどのぐらい欲しいか、どのぐらい取れるか、ね。どんなパフォーマンスしたいか。あ、パフォーマンスね。パフォーマンス。もう、ちょっと一個ぐらいちょっと見せてもらっちゃう。それとも、グリスタで待ってろと。あ、パフォーマンス。あ、ゴールの数は、まず2桁は取れるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。パフォーマンスは、期待して待っていてください。そう言うと本当期待するよ。ちょっと、せっかくなんで、ドラムってどっかに入ってますか。ドラム持ってる人、ね、セヌのコールちょっとね、掛け声ちょっと入れて、せっかくこんだけ人が集まってるんですからね、今日初めてだし、新生栃木市って歌ってるだけあるんで、ね、せっかくだから、あたまして今年入った新生栃木市にふさわしいね、はい、象徴とも言える存在になってほしいしね、まあもちろんそれはセヌモ選手ばっかりじゃないけど、うん、ね、せっかくこうやってしょっぱな台に登ってきてくれてね、っていうのもあるで、じゃあ僕マイクですけど、ね、セヌモ選手のコールやりますんで、ね、はい、いきますよ。セヌマ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 、どうですかね、その答えたいですか。なんか返す言葉ありますか。いや、すごい奮い立ってきます。セヌマ、セヌマ選手、もうちょっとトークも踏み込んでいい。踏み込んでない。踏み込んでない。踏み込んでないぞ、もう踏み込んで。じゃあ俺もうちょっと応援っぽくやるから。はい、俺もうちょっと応援っぽくやるから、はい、もうちょっと、ちょっと飛び込んでほしい。じゃあ行くよ。返しはね、ちょっときついかもしれない、俺の返しだと。じゃあ行くよ。燃えろ燃えろセヌマ、ちょっと成長しやすい。え、しげさん飲んでないですよ。飲んでないですよね。飲んでないよ。飲んでない。午前中だよ。あるとしたら昨日の酒です。でしょうね、でしょうね。シューズエスパルスでもこんなことやって鍛えてきましたか。栃木ではこういうことやって鍛えてきますんで。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
地方の小さいクラブかもしれませんが、ね、あのこういったところはもう抜群に鍛えていきますんで、ね、よろしくお願いします。その辺の覚悟の上よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、この時間ちょっと、ね、緊急で、はい、しました。アドリブで参加してくださった、ね、お二方に、もう一度大きな拍手を。はい、拍手ありがとうございました。はい、じゃあ次はコウジさんですかね。コウジさんもう一回、うん、呼んでって感じですか。はい、じゃあ広瀬あたりちょっとあの新キャプテンということでね、コウジさんはまだサインやってますか。